今回がですね、あの加賀美一郎ミュージックラボですね、あのちょっと新たな企画をやっていこうと思いまして、あるいろんなね町に行っていろんな町のいいところを紹介していったりとか、食べ物とかね、いろんなものを食べたりとか、町についての PR じゃないですか、そこの町の歌とかを、ね、作っていこうみたいな、企画を始めます。名付けてブラカガミ、よいしょ、ありがとうございます。ということで、ブラカガミ第1回目自由が丘、早速ね探索していこうと思います。自由が丘はもう子供の頃から、子供って言ってもまあ中学生高校生の時ですね、学校が比較的近いんで遊びに来たりした場所なん で久々に来て、多分もう街がめちゃくちゃ変わってるんだろうなと思うんですけど、楽しみだ。来ました、ラビータ、これですね、ラビータの店が出てみます。お、自由が丘のフェニツィア、ラビータです。知ってますか、あのあれ赤と白のやつ、なんつったっけ、上のベルマータ、ベルマータってですね、ベルマータって確かバス停みたいな、って言って俺もちょっと違うかもしれないんですけど、ゴンドラの停留所みたいな感じなんですよ確か。これベニツィア好きなんで、間違った情報だったんですよ。めっちゃ綺麗なんですよ。いや、これが綺麗なんですよね、あの時計の、でもですね、ここの一角だけ本当にベニツィアなんで。ここでちょっと歌っちゃおうかな。いや、歌わないけど終わりです。あ、ちょっと待って、アジサイがある。今梅雨なんで、俺アジサイもそういうの大好きなんですよ。多分あそこにあの犬がいたんでしょうね。水があの上がり何て言うんです、上がったり、あの水が上がったり光るみたいな、いや、その干からびた時にいるんじゃないですかね、犬が。違うか、これ本当の話なのか分かんないですけど、そのベネチアの話のあの漫画あるんですよ、その僕大好きなアリアってやつ。そのなんかね、その漫画の中でアクアアルタっていうのがあって、そう、本当にベネチアでもあるものなのか分かんないですけど、なんか何年かに1回もうバーってもう水深上がってきて、もう街中がもう水になるんですよ。でもずっとみんな行き来がゴンドラになるみたいな、本当なのかどうか。ということで、ラビータ終わりました。ということでね、次のスポット行こうかな。ラビータ今まだ時間早くてやってませんでした。でもとりあえず超綺麗、本当にあのおすすめスポットですね。めっちゃおしゃれなんですよ、これです。ほんと美味しい。